こんばんは。10月24日木曜日、英語ニュースの時間です。今日は久々に縦動画で、お届けしていきたいなと思います。で、昨日、一昨日のニュースは、皇室、そして王室のね、ニュース取り上げていったので、今日は経済、テクノロジー、はい、のね、カテゴリーからニュースを持ってきました。で、今日お話ししていくこのね、記事の引用元も、動画の概要欄のところに貼っております。そして、YouTube の字幕機能をこれオンにしていただくと、私がこう記事を読み上げるタイミングと同じタイミングで、字幕がピッピッピッと出ていきますので、ぜひ字幕機能このオンっていうこの機能、ぜひ活用いただければいいかなと思います。さあ、それでは、いきますね。これはね、びっくりするような、まあびっくりというか、なんか予測はされてたけど、あ、実際映像で見るとこんな風になるんだなっていうようなね、なんかちょっと驚きのニュースでした。Convenience store chain testing no register system。 はい、コンビニエンスストアチェーン、チェーン店がテストをしている no register system、 レジスター、レジがないシステムをテストしていますよという見出しです。で、これね、日本語だとセブンイレブン、レジ支払い不要、ネット上で決済の実験店舗ということで、これはですね、セブンイレブンジャパンと NTT データが、共同で今月から、行っているこの取り組みなんですけども、で、このね、お店は、六本木で、はい、試験運用中ということで、この、今日の記事で、ね、日本語も、URL 載せてあるんですけど、なんかね、ぜひこれ見てみるとね、すごい、なんかスイカみたいな、スイカというか、JR とか駅の改札に入っていくときみたいな感じでピーってやって、で、お買い物して、そのまま商品持って、そのまんま出るっていうね、はい、こんな感じなんですけども、さあ、英語でなんて書かれているか、言ってみたいと思います。Japan's largest convenience store chain is testing a store where customers can shop without paying at registers. Without ね、何々なしで、paying at register。レジで支払うことなしで、can shop、ショップできる、お店を、テストしている。7-Eleven Japan and NTT Data have been operating the store since early this month. なんか最近ね、発音がね、下手になってきて、そのためにもですね、ちょっと英文の量を増やして読んでいきたいなと思いますが、今月の、early、初め、まあ、上旬から、テストをしていますと。Customers need to download an app.カスタマー、私たちカスタマーはですね、アプリをダウンロードする必要があるんですね。Onto their smartphones to shop there and scan a QR code where they enter. で、QR コードを、Enter、そのコンビニね、入るときにスキャンする、必要があるみたいです。In the store, about 50 cameras installed on the ceiling and weight sensors on shelves recognize what customers pick up. ここね、なんか注目ですね。これ映像でも出てて、なんかすごい感じでしたけど、お店の中では、だいたい50台ぐらいのカメラが、インストールされていて、まあ、インストールっていうかね、設置されていて、それがこう、セイリング、これ天井ですね。天井に50個ぐらいのカメラがこうついていて、で、ウェイトセンサーズ、これウェイト、重さのセンサーがある。で、シェルブズ、棚には重い、重さを測るセンサーがついていて、で、recognize、検知できるっていうか認識できる。何をカスタマーがピックアップしたか。なので、全部こう陳列棚がなんか重さをね、測れるようになっていて、で、そこから例えばカップラーメンとか、取ると、そのセンサーが反応して、あとはその50台のカメラと一緒になって、どういうのをこうお客さん買ったかっていうのが分かるようになってるみたいですね。Payment is done online through the app. で、ペイメント支払いはもうオンラインの、アプリで、ダウンできてしまう。もう済んでしまう。Rather than at a checkout counter. で、チェックアウトするときのこうカウンター、
じゃなくて、オンライン上でも済んでしまうっていうことなんですね。はい。で、まあ、他にも書いてあって、あ、で、そう、次のパラグラフはこれね、目的。The test comes as the business model of operating convenience stores round the clock has become difficult due to a severe labor shortage。 はい。で、このテストはですね、なんでビジネスモデルにこうなっていったかっていうと、コンビニは今、Round the clock、 これ時計をこう回るっていうのは24時間営業、この24時間体制が has become difficult、 難しくなってきてる due to a severe labor shortage、 labor、 労働の shortage、 不足のこうね、シビアな労働、この人材不足というか労働力不足の、原因、due to ね、何々によってっていう、によって、この24時間営業っていうのは難しくなってきてるので、まあ、これをね、解消するためにも、テストをしていますと。7-Eleven Japan Manager Naoki Ishizu said the firm plans to continue the labor saving test to enable single worker store operation。 で、今回のこのテストは、single worker operation。まあ、ワンオペですよね。一人でお店をこう回せるというか、のを enable 可能にするために、まあ、ちょっとテストをこのね、し続けていきたいと。で、other major convenience store chains have been operating similar labor saving trials。 で、これはですね、まあ、今日出たニュースはこれセブンイレブンで、まあ、こういう決済の仕組みは、今のところセブンだけがやり始めた、やっていることなんですけども、こういうね、取り組みは、セブンイレブンだけじゃなくて、他のメジャーな、コンビニチェーンのところもやっていますと。はい。で、どういうのをやってるかっていうと、例えば、Lawson has been testing not assigning sales floor staff late at night by using self-checkout machines or smartphone payment。 はい。例えば、ローソンだと、has been testing、 こんなテストをしているんですよ。not assigning sales floor staff late at night。 セールスフロアスタッフ、フロアスタッフのね、店員さんを、夜遅くに、雇うこと、これ、アサイン、雇うことはしないというテストをしている。by using self-checkout machines or smartphone payment。 セルフチェックアウトマシーン、自分でなんかこう、自分のレジですね、セルフレジとか、スマホの決済を導入することによって、まあ、深夜の時間帯は、スタッフさんを置かなくてもいいようにしている、テストをしていると。で、あとは、Family Mart has opened a store where customers can pay through facial scanning。 ファミマの方は、お店を開いていて、where customers can pay through facial scanning。 そう、facial scanning、顔認証ですね。顔認証でお客さんが支払えるようなストアをオープンしていますという。まあ、これもストアちょっと限定で、全部が全部のところでまだ導入とかテストはされてないですけど、ローソンとかファミマも、こういうことを、まあ、取り組みをね、しているということで、まあ、今日のね、このセブンイレブンの、本当になんか駅の改札に入っていくみたいな感じで、こうピッてやって、コンビニに入って、で、お買い物をして、で、上にはセンサーがすっごい数のね、センサーがあって、で、最後出るとき、こう、もうその買ったもの、なんかこういろいろ買ったものとかを、抱えた状態で、何もピッとかせずに、さーってその、入ってきた改札みたいなとこを通過して、はい、支払い完了してるっていう、これがね、テスト開始するということなんですが、まあ、これはね、いろいろ、まあ、今日もなんかニュース出てね、ネットでいろいろ意見されていて、まあ、セブンイレブンが、そういうちょっと決済システム、セブンペイが入った時もいろいろあったので、今度はどうなんだろうなという意見だとか、あとは、まあね、いろいろこう自由に、まあいろんな意見ありましたけども、はい。まあ私は個人的にはこういうのをね、すごくこうテクノロジーとか、なんかいろいろ発達してワクワクするなっていうふうに思いますが、皆さんのご意見も、ぜひぜひコメント欄で、お聞かせください。あとはね、やっぱり今日も、まあ、昨日もお話ししていったんですけど、こういう英語の記事、頭から読んでいくと意外と読めるっていうね。ただ、見るだけなのと声に出すのは結構本当に This month とかもね、
なんかこういうところでつまずいたりとかするし、意外と難しかったりするので、ぜひぜひ音読練習もしてみてください。はい、英語のニュース毎日、お届けしております。明日もね、まあ平日金曜日なので、明日もなんかニュースお届けしていこうかなと思いますが、ぜひ今日の動画も高評価ボタン押していただけると嬉しいです。そして本当に毎日お届けしておりますので、このチャンネルのチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。それでは寒くなってきましたが、皆さん暖かくしてお過ごしください。Have a lovely day! Bye bye!